上杉重房、この人が始まりですけども、それ以前、一応貴族なんですよね。これを見てますと、この家は微妙に外れをつかむ傾向にあるということで、なかなか苦労はしたようです。一応、藤原の冬継の子孫で、梶氏流というふうに言われますけども、この梶氏流の、高藤、この子孫であって、この子孫からはいろんな家が出てますね。甘露寺家、梶氏家、までの工事家をはじめとする、いわゆる梶氏流と言われる、そういう、貴族を輩出するんですけども、その梶氏流からかなり離れたところに位置しています、この上杉家は。高藤の子孫には、紫式部の夫である藤原の信方さんもいらっしゃいます。この辺見てますと、実はこの辺とか、この辺とかと微妙に関係を持ってしまったために、この絵は苦労します。では、上杉氏になる前の話を見ていきますと、この梶氏流の始まりといわれるのは、この藤原の高藤なんですね。838年に生誕して900年に亡くなっています。極寒、最後は小山民の内大臣まで住んでますけども、基本的にはそんなに高い地位に登れるようなタイプではないですね。武官、右衛門府などの武官や頭領などを歴任している、そういうタイプの下級貴族で。ただ、彼が大きく飛躍するポイントだったのは、娘の院氏が源定実という、高校源氏の高校天皇の、王子で親戚降下した源定実という人物に嫁いだと。ところがいろいろあって、この源定実が、皇族に復帰した上で、さらに宇田天皇になったと。その宇田天皇と院氏の間に醍醐天皇が生まれたということで、藤原高藤は、突如天皇の外戚となったんですね。そこから、中納言、大納言と出世していったと。ただ政治的にそういう中納言、参議中、中納言、大納言というふうにこう、昇進はしていったんですけども、もともとそういう、素養があるわけじゃなくて、どっちか言ったら地道に官僚、実務的なことをやってきた官僚なんで、政治的なセンスは別になかったようですね。当時は内大臣というのは、一応存在はしていたけども、基本的には左大臣、右大臣。ということで、ポストが空いてなかったためになかなか大臣には上れなかったと。亡くなる直前に重い病気にかかったときに、一応天皇の、外戚ということで、内大臣に、してもらったと。ちなみにこの時の左大臣が藤原時衡、右大臣が菅原道真の時代です。で、時衡も、道真も太政大臣に、なれる。経験をまだ積んでいなかったために、時平はまだ経験が足りず、道真は、家柄の関係で太政大臣になれなかったために、この高藤さん、結局内大臣、数ヶ月後に亡くなっています。この藤原定方、高藤の息子の定方は、醍醐天皇の外戚として、最初に右大臣まで立身します。大倉百人一首の三条右大臣として、名前が残っています。彼が山科に梶氏を建立し、以降、この定方の子孫が梶氏を中心にして、固まったために、この定方の子孫、引いた高藤の子孫を梶氏流というふうに呼ぶようになっています。藤原為助、定方は結局、醍醐天皇の外戚としてあったけども、それを結局、続けていくことはできず、この為助さんは長く弁官を務めています。この弁官を長く務めたことによって、そういう実務に関する、知識がついて、実務に関する、蓄積を積んで、梶氏流の、基礎を築いています。この為助の、子供という有名な藤原信孝ですね。信孝の子孫からは常房が出ています。この吉田常房というのは、源頼朝と、後白河の間をうまく取り持って、頼朝の信頼を勝ち得た貴族ですね。この吉田常房の、子孫はずっと吉田を名乗るんですけども、鎌倉時代末期に甘露寺家を名乗るようになり、そこから坊城、までの工事、梶氏などが出ています。中野帝家などが出ています。で、一応梶氏流と言いますけども、本家はこの甘露寺です。ただ一番、半室家とか中野帝家の方が、出世は早いですね。この甘露寺家、までの工事、梶氏、この3つは、弁官とかそういったものを務めて、この甘露寺と、それからまでの工事と梶氏は、たくさん日記を残すんで、日記の家というふうに呼ばれています。今日でも、甘露寺、近長狂気、までの工事、時房の、兼大記などが、残っております。まあ、室町時代には、それでこの石田常房はもう吉期、その孫の吉族記など、数多くの、まあ、重要な、日記が残されています。中野帝家からは、今川義元の母にあたる寿桂尼などが出ていますね。そういうような、家系にも、つながる家なんですね。上杉家の祖先である藤原さんは、まあ、下級貴族として早く死んだとか、そういったことで結局出世のルートに乗り切ることができずに、藤原盛則の時代を、迎えます。で、この藤原盛則が、非常にこの時ちょっといい目に遭いそうだったんですね。というのは、藤原盛則の叔母が忠真の側室となって、で、頼長を生んだと。まあ、この時忠真は、最大限落ちぶれていた時期であって、白河の、まあ、怒りを買って、宇治に筆足した時代ですね。その時代に、この加重寺流と言われた、家の所流である盛実の娘と男女の関係になって、頼長を生んだと。まあ、晩年に生まれたために、頼長は、忠真に、まあ、忠真にとっては不遇な時代に生まれたために、頼長が非常に、忠真で重宝されていく。それに応じて忠真の復権ともに頼長も上がっていくと、この、いとこの盛則もものすごく上がっていくんですね。これが良かったか悪かったか言うたら、まあ、良くなかった。頼長のいとこであり、さらには、崇徳の、天上人にも、抜擢されています。その結果、保元の乱では崇徳上皇方として、参加して、この保元の乱の、張本の一人として、佐渡に入在になり、その後の運命は不明です。まあ、そのまま帰ってきたと記録はないんで、おそらく佐渡で、客死したんでしょう。もう一人、濃淵という人物がいます。濃淵、盛則の弟に、弟になってますね。この濃淵は盛則とは、違って、こういう関係で非常に大きな力を持ちました。というのは、この濃淵の母親、昭則の、妻の、盛則とは違うんですが、盛則の異母の弟になっているこの濃淵というのは、昭則の、まあ、5歳通過なんですけど、この、女性は平時信の妻だったんですね。で平時信で時子とか、それから時忠、さらには、賢秀門院を生んでいると。さらに平清盛とつながることによって、この濃淵というのは平家の下で非常に出世します。一応出家しとったんですけども、妻ももらって、これ、ちょっとよく、自分でやってもちょっとよくわからないんですけどね、法性寺の修行になったんですね、彼は。一応法院の、創刊を持ち、法性寺の修行になってます。瞬間が流された後の多分法性寺だと思います。ところが再退していて、藤原南家の、出身の典子さんという女性を妻にしとって、娘を一人産んでます。この妻の典子が平清盛プッシュもあって、高平新の後鳥羽、後の後鳥羽ですね、の乳母になってます。濃淵はそういう意味では、この上杉のご先祖さん関係の中では、ものすごく美味しいところを掴んだはずなんですよね。ところが平氏は、清盛の死後、都落ちします。彼もそれに従ってしまったんですね。濃淵が、没落した後、この典子さんは源道親と再婚します。この辺、永井美智子さんが小説にしたってめっちゃ面白いんですけども、永井美智子さんの小説では、典子さんが能天気な人で、夫が没落していった後、道親が訪ねてきて、思わず男女の関係になってしまった時に、妹の、剣士、彼女もあれですね、彼女は有名ですね、今日のつぼね。彼女から、何考えてんのと言われて、分かってる私だって、そんな、あの人の行きずりの相手だったことは分かってるわよ、言うて、言うんかと思ったら、どうしてあの時あの服装を着てたのかしらとか言って泣き崩れると。似合わなかったのにと。あっちのが似合ってたのに、あ、そういう問題ではないというふうなことでなんですけど、まあ実際どういう人かわかりませんが、典子さんは、まあこの道親と、うまく、再婚して、在氏、有子さんともかな、正明門院、在氏は後鳥羽天皇に入在して、土御門天皇を生むということなんですが、この濃淵さんは残念ながら、都落ちに従って没落で、1185年、壇の浦の後は京都に連行されて、備中の国に流罪。2年後に許されるんですけども、帰ってきた時には、この典子さんはもう、道親の子供さんにも産んでるという状況で、彼は後鳥羽天皇即位の恩恵を全く受けることなく死んでしまいます。で、この土御門天皇の、外祖父にあたるはずなんですけども、その土御門天皇の外祖父の、地位は源道親が完全に奪ってしまったと。おいしいところを取ってしまったということになります。まあ、そういうふうに、ちょっと途方なんですね、ここの家はどうも。そこで、この清房は、この、考えた、この後鳥羽に、食らいつくべきだと。現在の我々から見たら、ああ、やっちゃいましたね、なんですよね。やっちゃってるんですよね。清房さんはやっちゃった。何をやっちゃったか言ったら、後鳥羽にくっつくのはええはずなんですけども、まあ、在史のつてで、後鳥羽上皇の側近になって、これで盛則、農園、割り食わされてきた、この上杉家のご先祖さん、ええもんつかんだかなと思ったら、承久の乱で、後鳥羽は隠岐に流されます。側近だったんで、この清房も隠岐に、一緒についていきました。後鳥羽が亡くなった後、この後鳥羽の隠岐についてたのは、後鳥羽とこの清房、それから伊賀の局、いわゆる亀菊ですね。この辺がついてたんですけども、後鳥羽の死後、亀菊と清房は、気楽して、その後は、この清房さんは、亀菊に仕えるという、まあ、ある意味冴えない結論になっています。で、したがっていつ亡くなったかもわからないと。で、この亀菊さんも、一応こういう藤原の清房という、一応貴族に仕えてもらえるぐらいやったから、まあ、それなりの後鳥羽の、妻として、それなりの、まあ、格式を持って女性を送ったんでしょうけども、その後の運命もよくわからないということなんですが、彼らようやくいい人をつかみます。運命が、好転します。清房の息子の上杉重房さん、藤原の重房。彼は、宗隆親王に従って鎌倉に討議したと伝えられています。で、その、宗隆親王に従って討議するときに、丹波の国の上杉の将を賜り、まあ、名字を上杉というふうに名乗るようになると。ただ、宗隆親王に従って鎌倉に討議した貴族の中に、実はこの上杉重房という人物は、実はいないということで、近年いろいろと言われてまして、式典門院というのは、これ後堀川天皇の、兄弟にあたる女性なんですけども、この式典門院の九郎堂の中に、この、藤原重房という人物がいるらしいことが分かっていると。この式典門院死後、後嵯峨院の乳母を行っていたこの西の御方、彼女が宗隆親王の峠のちょっと後に、彼女が、やっぱり鎌倉に下っていると。そこに同行をしたんじゃないかと。宗隆親王に、直接同意させてあるかはいろいろありますけども、一応鎌倉では宗隆親王に仕える貴族集団としていたらしいと。下級貴族としていたらしいと。宗隆親王の帰落後も鎌倉に残りというのは、まあ、帰ってた宗隆親王だけであって、惟康親王もいますしね。だから宗隆親王側近を返すわけにはいかないわけであって、宗隆親王が帰ったとも重房さんは残りますけども、その時に足利康氏に仕えています。で、康氏の息子の頼氏に自分の妹を、嫁がせて、足利家時を産んでいます。足利氏に、くっつくことに決めたと。まあ、だいぶ、格差がありましたけどね、藤原頼長とか、平清盛とか、後鳥羽天皇とか、そういったものに比べると、足利康氏というのは、まあ、11位の左大臣とか、天皇とか、11位太政大臣とか、そういうのに比べると、鎌倉幕府の、それも、まあ、トップではない、ちょっと没落しつつある、足利氏の外戚家臣。だいぶやっぱり格落ちしてますけども、これが上杉氏にとっては非常に大きな力になったわけですね。重房の息子の頼重、ただやっぱりこのように、いつ生まれていつ亡くなったかっていうのは分からないということで、その上杉家の、立場っていうのもよく分かる。要するに記録に残らない程度のもんであると。頼重も、家時の外戚っていうか、まあ自分の、姉もしくは妹が家時を産んでると。さらに自分の娘の清子を、足利貞氏の側室に送り込んでます。だからまあこう見ると上杉家っていうのは鎌倉に行った後は足利家に、側室を出す形で足利家の外戚に収まり返っていたと。ただしメインではないという感じですよね。清子を須田氏の側室にして生まれた高氏と高国っていうのは足利家の諸子であって、嫡子である高吉は北条氏を外戚としてます。足利家の嫡流っていうのはやっぱり正室いうのはやっぱり北条家から代々出したわけですね。家時は結局、弱い立場になって下関騒動の関わりで自害に追い込まれてしまうのも、結局彼が北条家の外籍に持っていないということもあるでしょうし、そういう形ですね。高氏と忠吉ですね。祖父に、なってますが、いつ亡くなったかは分かりません。で、上杉茂明、頼重の嫡子です。彼は伏見院の女官の新宰相に仕えてるとありますので、どうやら在京していたようですね。玉葉和歌集にも、日集してますが、早死にしまして、息子の友貞が後を継いでいます。この、子孫が扇ヶ谷上杉氏ですね。上杉頼重の、次男である上杉の利房。彼は足利尊氏に従って鎌倉幕府の討幕に従軍しています。建武政権では上野家の守護になってますけども、ずっと京都にいたようで、北畠顕家軍が鎌倉を落とし、さらに京都に上洛してきたときに、四条河原の戦いで高氏を見守って、戦死しています。高氏の身代わりになって戦死しているということで、上杉家、そういう意味では、この時頑張ったのが大きなとね。で、則房の弟の則藤さんは、1338年に摂津渡辺の戦いで、これも北畠顕家と戦って戦死してます。だから北畠顕家によって結構、やられてるケースが目につくなという感じになります。平安から鎌倉、室町初期の上杉氏の始まりのあたりまで見てきました。この家は系図は華やかなんですね、作ってみると。華やかですね。華やかだけども、馬場を引きまくる。陰血を引きまくる。で、これでも一歩間違えて、例えば、頼長が勝ってたとか、永家が没落しなかったらとか、上気の乱が起きなかったらとか、それ考えると、ものすごくおいしいところにガッと食らいついたのに、触ったものがことごとくゴミになっていくというちょっとかわいそうですね。乗った時はね、本命ですよね。そうなんですよ。摂関家、平家、後鳥羽天皇というのは、もう間違いがないというか、頼長もあんなことになるとは誰も思ったわけであって、当時はただ道をこう追い落として完全に天下を取ると思ってたはずですね。この盛則さんは、そのいとことして頼長に重用されて、俺天下取れたんちゃうかみたいな。で、農園さんはこんだけ兵士に食い込んで、俺いけるやんと思って、で、盛則さんも没落、農園さんも没落、それから清房さんは今度は後鳥羽に拾ってもらえた、俺これいけるやん、おたら上級のらなんかものすごいかわいそうですよね、これ。上杉家のご先祖さんって土帝の母親の在子さん、はい、だから出てきますよね、在子さんって。よく出てきますね。後鳥羽はでも純徳の方に行っちゃうでしょ、土帝捨てて、でその後在子さんは悔しかったらしいけど、あ、在子さんってこういう家の人なんやと思って、道近のばっかだからな。あ、でもそうか、農園が兵士の、つながりがあるんで、自分の妻を後鳥羽の乳母にすることができたんで、だから農園さんもあれですよね、あそこで平家の都落ちについていかへんかったら、実は彼がその栄光を手にしたかもしれないのに、なんでついていったんやろうと。その財産なんですけど、源道親の5歳の連れ子と書いて出てくるんですよね。そうですよね。そうです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 。これ何だと、その道親の5歳の連れ子という、それはでも道親が力があったから後鳥羽に入内さすことができたんですね、この人は。この農園の失態を道親がカバーしてくれましたね。黙ってたらこのまんま多分在子さんは当然要するに目のとこですから、この在子と後鳥羽は黙ってたら多分そのまま在子さんは後鳥羽に見それめられたんだと思いますけどね。ただ農園さんがやらかしたミスをちゃんと道近がバックアップしてくれた感じですね。後鳥羽と在子さんは縁があったから、道近としても使える娘やったわけですね、この子は。そうですね。だから永井美智子さんの小説では元美智子って実は平氏政権に非常に深い関係だったんですよ。晩年にちょっと対立したみたいなんですけども、永井美智子さんの小説では結局道近がそこに食い込んだんですよね。この財氏と典子さんになんでいわばこぶつきのバツイチに食いついたか言うたら、要するに平家色の強い自分を言葉の側近にするためにはこの典子さんと財氏さんが必要だったというのはあるでしょうね。典子さんの存在大きいんですよ。だから典子さんは価値があったわけです。そう思うと価値があったわけです。道近にとってはね。うん。典子さん使わんかったら道近が言葉にくっつこんできなかったし、やっぱり兵士にくっつきすぎていたために頼朝が入ってきた時に面倒くさいですからね。この絵元道みたいなことになる。この典子さんを使うことによって一気に兵士色をかき消して言葉の側近にグイッとのし上がると。で最後鎌倉に行って足利にくっついたと、うん、最後においしく行けたと。この時点ではね、足利が将軍になるとは思いませんよね。思ってません。だから多分この重房さんとか、ああ俺もしょぼくなったもんだぜと頼長に食いつこうとした、清盛に食いつこうとした、後鳥羽に食いつこうとした、俺が足利や数字に食いつこうとしてるのかと頼実さんとかあたりも清子さんを足利貞氏のあくまで側室ですからね。息子も諸子ですから大した未来ではないですよね。高橋さんが亡くなっちゃうんですよね。そうなんですよ。廃年しちゃうんですよね。あ、そうか。そういうことがなければもともと本命中の本命ではなかったわけだ、この家は。うん。まあ鎌倉幕府のこの足利家の中でちょっと大事にされてるなみたいな家で終わる。それがここからは歯車いい方へいい方へ転がってついに戦国大名まで立っちゃったと丹波の国上杉の将というのはもともと持ってたわけではないんですね、この梶氏家とかが。どうもそうじゃないみたいですね。由来は分からないんですが、どうも重房がもろたみたいですね。これでは丹波の国の上杉の将とほとんど関係ないですね。もらってはいますけど、収入が入ってくるのと、まあ、代官使わしてるぐらいですよね。だからまあよく高氏の生まれた場所は丹波の国やいうて京都府なんかはアピールしてますけども、可能性は 0.01% だろうと。は鎌倉ですか、生まれたのは。絶対鎌倉ですよ、そら何が悲しゅうて妊娠してわざわざ京都まで行かなあかんねんという話ですわ。じゃあ上杉清子さんは鎌倉生まれで一生鎌倉で過ごしたわけですか。あ、最後京都行くんですか。最後京都にいますね。子供たちについてね。清子さん結構長生きだから。そういうことがなければ鎌倉生まれ鎌倉育ちで終わったわけですね、うん、清子さんは。そうですね。はずだったわけですね。そうですね。普通に暮らしてればね。地元を盛り上げるっつうか、まあ、ご当地ヒーローになるんで、足利尊氏とか北条早雲とか備中の国で生まれたとか丹波の国生まれたんだけど、まあありえないでしょう何が悲しゅうて奥さんわざわざ妊娠したら帰らなあかんねんみたいな北条早雲のお母さんだって京都村の京育ちの派手なのに何が悲しゅうてそれに比べるとまだ鳩の川数が流されて赤穂に来たという、ああいうに来たという話の方がまだしもね筋が通りますよね、うん、あるかもしれんなとこれさすがに中世鎌倉の辺まで来るときちっと分かってくるから、鎌倉に住んでいる人が丹波へ来ることはないわと、うん、流罪になったとかだったらまあ分かるんですよ。出産のために何やかなしゅうて、うん、そこまで上杉の将たまるても別に本願地いうて別にそこにゆかりあったわけじゃなくてもろとだけやろみたいな、もともとそこの出身で上杉を名字の地にしてるってそこの出身じゃないじゃんという、どう見てもこの家系を見ると京都ですね。ずっと京都です。ただ名字は上杉にしたと。まあ鎌倉に行っちゃってからだからそれこそまさに鎌倉に行っちゃったからでしょうね。京都に行ったら多分京都の屋敷の地を普通は名字の地にするはずです。これ後世の話になりますけども、室町時代には四条と八条にそれぞれ屋敷構えたんで、四条上杉八条上杉というのがおりますね。在京してた上杉家には京都と縁が切れたわけではないんですね。室町時代になると山之内上杉と、それからあれは犬掛上杉か、山之内上杉の所流が八条に屋敷を構えて、犬垣上杉の所流が四条に屋敷構えるんで、それぞれ四条上杉、八条上杉として、八条上杉はかなり幕末まで京都にいますね。関東と京都と両方に拠点を置くわけですね、この時代の有力者。まあうん、関東と両方っていうのは珍しいかもしれませんけどね、関東と京都の両方。どっちかというと上杉って関東関連でありながら、まあ、京都との関係深いですから。系図見てるとずっと上の方で源定実さんが天皇になるはずなかったのが天皇になったというところでちょっと運が向いたことはあるんですね、これ。そうですね。で、この人は百人衆もの名前残る立派な人になってるし、三条右大臣。藤原元常が妹の高彦が大嫌いであ、そうですね、高校天皇群れり合ったという。あ、だから源定実さんが天皇になる予定ではなかったから院士さんが結婚できてるんですね、この人。多分そうでしょうね。だからその辺ほんとこの家はなんかうまいことつかむ感じではありますよね。でまあ、高藤三種いっぱいおるけども、その中でもこの辺なんか没落してる時に、彼がものすごいおいしいものをつかみかけたのに掴んだらスカだった。この傷見てると頑張ってるといいことがあると最後はねこの三条大臣は有名な歌歌ってますね。そうですそうです。何しわば大阪山の実数は人に知られてくるよしもかな。それですね、それそれご先祖さんに大したものもいるし、途中あちこちに、人と絡みを持ってるんですね。今までいた系図の中ではね、波乱万丈の系図ですよ。そうですね。うん、それも主役じゃなくてね、脇役でしょ。脇役ですね、彼らは。うん、ただその際の主役がなんか超スーパースターみたいなのが出てくるから。本当。